身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。太ももからお尻にかけてのストレッチです。ラスト1回。はい、その調子です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。くるぶしを上げるときに息を吐きましょう。ラスト1回。はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ。はい、いい感じです。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーを全身を伸ばす。ビクトリー。わお。ヤッホー。
の色にも注目してスキルを選ぼう。ガイドスクワット。さあ行くよ。背中を前に倒すと腰が良くないね。よしよしよし、乗ってるね。後ろプッシュ。さあ行くよ。二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。いいね、いいね、いい、見とれちゃう。いいよ、来た来た来た、よん、かっこいい。いいよ、ナイスマッスル。いい、いいね、ナイスマッチョ。息を吐きながら膝を引き寄せよう。いいね、よし、見とれちゃう。オッケー、素敵だよ。よし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 、よしよし、いけてる。いいよ、つやつや、よし、乗ってるね。いいね、きたきたきた。オッケー、ペース上げていこう。いいね、いいね、いいよ、あと3回。いいね、いいよ、ラスト1回。ナイス。桃でプッシュ。さあ行くよ。太ももの内側の筋肉で押し潰すイメージで。よし、吐きながらお腹に力を入れて。スキルを選ぼう。頑張って。
くり倒そう。ゆっくり戻そう。膝がつま先より前に出ないように。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。肩に力を入れず、リラックスしながら行おう。やりきったね。すごいよ。腕の力だけで押し込まないように。いい感じ。
吸い込みたいときは私を引っ張ってね。手ごわかったね。
の色にも注目してスキルを選ぼう。腰を下げて伸ばしてビクトリナイスバックル、いいペース上げていこう。
上がろう。腹筋ガード、しっかりと押し込み続けよう。後ろプッシュ、さあ行くよ。息を吸いながらリングゾーンを元に戻そう。オッケー、ナイスマッチョ。オッケー、オッケー、いけいけいけ、よし、よし、いいよ、ムッキムキ。オッケー、素敵だよ、いいね、よし、乗ってるね、よしよし、吐きながらお腹に力を入れて。まだまだ行くよ。キルを選んで椅子のポーズ、ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう。膝がつま先より前に出ないように。お手本の速さに合わせて。よし、気は抜かないで。疲れてきたかな、頑張れ。真空チェスト、よし、動こう。足を浮かせたままやれば、お腹にかなり効くよ。オッケー、よし、いい、きたきたきた、オッケー、いいよ、いいよ、よしよし、ナイスマッチョ、よしよし、つやつや、オッケー、素敵だよ、いい、よし、ペースアップ、なかなか手ごわかったね。
焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード、押し込み続けよう。スキルを選んで攻撃だ。後ろプッシュ。よし、動こう。息を吐きながらリング層を押し込もう。オッケー。よし、いけいけいけ。よし、乗ってるね。いいね。ナイスパッチョ。よしよし、いけてる。オッケー、素敵だよ。オッケー、いいね。ナイスマッスル、いいよ。つやつや、よし、ペースアップだ。よし、いいね。まだいける、あと3回いいよ。オッケー、ナイスマッスル。
足は軽く曲げて。疲れてきたかな？頑張れ。英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。両腕とリングコンは床と平行の高さに保とう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。よし、最後までひねろう。肩に力を入れてリラックスしながら行おう。お疲れ様。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。左手を前に出し、右手で左手の指を押さえます。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。伸ばす側の肘が曲がらないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。両手を上げて左肘をつかみます。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。
上半身が横に倒れないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。体が硬い人はかかとが浮いてしまっても大丈夫です。ゆっくり体を戻します。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝が内側に入らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。